規制によるクラスターがすでに出ているとして、お盆の規制を控えるよう改めて呼びかけました。また、百貨店や学習塾でもクラスターが発生しているとして、お盆は自宅でステイホームで過ごしてもらえればと強調しました。